嘘みたいな坂道や。いや歩く歩く。あ、なんじゃあれ。もう黙って俺を一人トンネルに行かせとけばよかったものって。本当だよ。ここ駅入るためにここに登る人おるんかな。ハードやな。近いとはいえ。なんか不気味だぞこんなもん。夜は入りたくないな。あれ。ここのトンネルやばくね。ここのトンネルやばくね。あ、懐かしい。あ、ここに出るんだ。あれ、こっち四季の里。うん、あら、シカちゃん、シカちゃん。もう嫌になってきた。怖いな。急に後ろ振り返らないで、鹿でも来たかと思った。カメラのライトはねえかな。どこちょっと、あら明るい。だいぶ明るいやん、これどうする。怖さが壊滅的になくなるけど。そしてこの光でオーブ取れると。これねすごいな、明るい。なんか花置いてあるし、割と新しいわ。やべえ、俺のやつも電池ねえわ。電池の問題なのか。さあ皆さん、青山トンネルね、はい、久々に来て動いての声を、あ、本当だ、光が見える向こう。開いてる。そう思うと長いな。あと虫にも。あ、すぐそこに飛んでない。なんと。ジャッキー。そっちなのか。じゃあやばいよ。何この13号、14号みたいな飛んでるのは近い。やばいか。あの、真っ暗すぎて帰ってきたやん。まあ前回はいろいろね、機材足りなかったからね。さあ次、今からはね、去年いろいろなんかここじゃないここじゃないって言われた第2のトンネルがありました。マスター、なるほど、みんなこっちを行けこっちを行けと言うのか。さあいよいよ、何言おう。何言おう。本当にね、こっちよりこっちの方が不気味やな。
見た目の話、霊感の話、霊感の話なんてこった。うわもう動物の匂いがする、やだ本当に。おっと本当だな、いいね。子供を抱いた子供、人がおるね。うわすげえな、ここすげえ寒い。じゃあ失礼します。失礼します。よかったね、締めにまともなとこ来れて。なんだここ。暗いわな。ああ。入る？おっと、これは良くないパターン。うわ、本当だな、これはひどいな、こっち。え、今通ってきたチャンネルよりもだいぶひどい？今朝と夜みたいな感じで。おっと、全然よくねえ。ちょっと待って、じゃあここの深夜声どうなるんだ。本当やな、視聴者さんがいるより、あ、もう顔見えるもん。うわーすげー寒い、さっきよりも全然寒い。なんだろう、俺はすごく後ろが気になる。すげーカラスが飛んでる。やべえ、後ろ気をつけろよ。ちょくちょく振り返って、鹿ちゃんはいないかは見て。違う、鹿ではねえぞ、これもう。でしょうね。なんてこれ、上だぞ。上？寒い、すげえ寒い。っていうか、怖え。ピントが合わないな。どんな感じにすごいのか、多分俺も視聴者も伝わってないけど。あ、もうね、すごい重圧。肩が痛くなる。のトンネルを歩いてきたのも嘘みたいな感覚。肩が痛いだとか声が聞こえるだとか、そういう何かさ、エフェクト。いやもう極寒。寒い。ここなんだよな。ライト消す？何やろな、これ。何だろう、怖いな。フラッシュの感じ、映るんだよ、カメが。前回さ、ここ来た時、第1のトンネルの方ね、うん、で、天井にずっとなんか張り付いてるやつがおるみたいなこと言っとったけど、うん、それこれこっちだんだな。こっちが本拠地か。これ、俺たち昼間来てよかったぞ。マジか、ね、またいきなり夜だったら危ないことになってた。さあ、皆さん、去年、撮影のトンネル、ここは本当にすごいとこだね、思った以上に。こんなの気づかなかったら、俺はちょっと恥ずかしいですね。どうします？夜、クルリストにピックアップしときます？夜にクルリストに入れよう。そんなレベルか。やべえ、ちょっと。さあ、変わらん。
こっちの方になるともっとすげえな。何だろうな、気になるな、俺。ほう、ああ、本当にすげえ綺麗。今声が聞こえた。なんて？うわー、もう一回後ろ、後ろ。あかん、俺が狙われる。わからん。さあ、会議の準備したいな。でもとりあえずノルマ達成だぞ。いいねみたいな。でもここ足跡があるからね。そう、めっちゃ足跡あるんですよ。ね、誰か来てるのか。まだ人が来てるでしょ。すげえんだよな。あ、冷たい。いや、足跡がすごいんだよね。もう、ぬかるみがやべえ。こうやって見ると、27センチぐらい。女性の方も来てる感じだね。ほーん、つい最近だね、来てるのも。暇な人たちめ。お前だよ。動物来たい。どうします、これ以降行くのは。やだ。でも誰かが歩いてるんだよな。違うよ、霊感的に何か感じるかというのも向こう側が全然感じてない。通り過ぎたらすごい楽だもん、あのトンネル。うん、帰るの嫌だな。そこだけだ。靴も汚いな、あんた。ギャース、うんこ踏んだみたい。帰るか。なんかすげえ。あなた持つ。なんで。こっちがやばいって。そう、そう。